メロちゃん、はい、絵描いたのはいいんですが、うん、めちゃめちゃ汚いんですけど。これから掃除をすると。あ、そういうこと？これから掃除しようと思ったの？そうだよ。で、これ使えないですよ。なんか、うん、チャレンジしようって。なんでもいいよ、なんでも来いや。今ね、ブラシを使えないでしょ？だから、今のチャレンジは、はい、指だけで絵を描くこと。そうだよ、禁止。小指しか預かっちゃいけない。よし、やるか。いい？いいよ。はい、どうぞ。あの、これ、じゃあ色出てるから、ここで行っていくか。あ、指つる。指が。筆よりもちょっと自信ある。あ、そう、うん、ってことは、全然チャレンジじゃなかった？いや、チャレンジでやったことないもん、小指で描くなんて。大変難しいよね、俺。そう、車のドア開けっぱとかさ。そう、この前車8時間ぐらい止めといてさ、戻ったらさ、うん、車の窓が開いてた。やばくない？うん、窓じゃねえよ。車のドアが開いてた。なんか、一家に持ってさ、トラックに帰るじゃん、うん、そしたらドアが開いてんの。うん、どこ行ってんの？あー、なんか盗まれた、終わったと思ったら何も盗まれてなくて、うん、すごいね。すごいね。なんで、うん、指の方が自信があるの？なんか指だとさ、感覚でさ、できるじゃなくて神経が通ってるじゃん。何を作るの？メロちゃんがこの前の動画で描いてたやつ、うん、じゃあここにアンブレラの入れちゃう？うん。あ、ダメだ。傘っぽいね。うん。ダメ。杖を、いいんじゃない？杖をついてる。なんか子供じゃない？子供だよね。女の子。赤ずきんちゃんみたいな。あ、もう何もしない方がいいかも。小指チャレンジ。合格。え、合格とかあるの？あるよ。傭兵。あ、いいね。すごい。小指チャレンジはパス。合格？おいやーイエーイ。え、すごいね。ということで、なんかもっと他にこんなチャレンジしてとかあったらコメントください。チャンネル登録と高評価とコメントお願いします。ツイッターフォローとリツイートとも全部全部お願いします。ありがとうございます、皆さん。ありがとう。アディオス。アディオスアミゴース。